久保さん。今回、あの、ぶち抜く方法にしましょうか。ぶち抜く方法。<laughs> ね。ぶち抜く力みたいな本があると思うんですけど。まあ、久保さんと僕結構、このやりとりぶち抜いてると思うんですけど。<laughs> 多分、他の人じゃできないですよね。で、ぶち抜くためには何が必要かっていうと、あの、なんだろうな。うん、好きであるってことですね。単純に。 それが自分の一番す、うん、好き、一番じゃなくてもいいんですけど、なんか好きじゃないとぶち抜けないかなと思うんですよね。うん、やっぱどっかで、あのー、なんだろう、剥がれちゃう。嫌いだと。だって嫌いなことをぶち抜こうと思っても、嫌いで頑張ってるんだけど、やっぱそこに負荷がかかってるわけですよ。だからロケット飛ばそうと思って、まあ、すげえ精密に作ってるんだけど、その、 嫌いっていう大火力ですよね。嫌いっていう大火力に耐えられず、ネジが1個取れちゃうんですよね。で、1個取れたらもう、バーンみたいになっちゃうわけですよ。でも、めっちゃ好きなんで、もう全然火吹いてもいいよ、みたいな話ですよ。<laughs> もう全然もう、もうも、もはやもっと燃料燃やしちゃっていいよ、みたいな <laughs>。好きだからね。だから好き、好きなことは最強であるっていう。だからなんかね、これ堀江さんが言ってたかもしれないですけど、 なんかね楽しく好きで好きでやってるやつ楽しくやってるやつには勝てねえっていうねうんもうこれには勝てないっていう楽しくやってるやつとか好きでやってるやつには勝てないっていう、うん、だってそれは好きなんだからめちゃめちゃうんだから僕はこのやり取りに関してはあのなんだろうなあの久保さんと久保さんとしかできないと思ってるんでなんか価値あるしまああの人生において まあ一つのルーティーンですよね。ルーティーンというか、好きなことの一つじゃないですかね。うん。やっぱ好きなこと、でもね、これね、勘違いしないでほしいんですけど、好きなことって2種類あって、直感的に好きなものもあれば、あの直感的に好きじゃないものもあるんですよ。これは何かっていうと、やればやるほど好きになっていく。例えば、 あの、CD のアルバム今 CD のアルバム買うことはないと思うんですけど、あんまりね。でも CD のアルバムって自分がその直感的に好きな曲が全部入ってるかっていうと、まああんま入ってない場合あるんですよ。ベストアルバムとかだったら結構入って、いい曲がね、自分の好みの曲が入ってるパーティーがあるかもしれないですけど、まあ普通のアルバムって自分が好きじゃない曲も入ってたりするわけですよ。だけど、それずっと聴き続けてると、 なんか心地よくなってくるみたいな。なんか好き。なんかこっちの曲の方がいいなみたいな。うん。って思えたりとかね。だからその、それはその好き。でもね、一番好きって、直感的な好きより、その嫌いだったけど、得意じゃなかったけれども、もう鍛錬した結果好きになったっていう、こっちの方がパワーは僕は強いと思います。めちゃくちゃ。 だってもともとだって嫌いから嫌い得不得意から好きになってるんでこの振れ幅ってすごないですかでも最初から好きですっていうだと振れ幅ないのでまあもちろんそれも突き詰められるんですけどそのぶち抜いていくためにはどっちの好きに好きには2種類があるんだけどもなんだろうな多分うーんぶち抜くためには嫌いでも嫌でもそれを続けていく上で どどんどん好きになっていくその楽ししさを理解していくそのプロセスを味わって経験していくその好きっていうのは強いですねうんだ例えばあの恋愛で言うならばあの外見がね外見がめちゃめちゃ一目惚れでねめっちゃ可愛いみたいな感じで好きやーっていう好きってあるじゃないですか一目惚れタイプですだけど一方は全然タイプじゃないんですよ 全然タイプじゃないけど、なんか風邪ひいた時とか、なんか雑炊作りに来てくれたりとか、なんか看病してくれたりとか、なんかすごく、まあ、あのー、自分の全然タイプじゃないんだけど、あなんかこの子、こすごくいいとこあるな、みたいな。で、そこで好きじゃなかったんだけど好きになっていく、いいところを見つけて好きになっていく。 これって自分でいいところを見つけて発見していいなと思ってるのでやっぱこっちの方が多分長続きするはずなんですようんまあ多分感覚値でわかるとは思いますけどね多分そっちの方があのー、長くつ結婚生活も長く続くんじゃないかなと、うん、一目惚れでなんかよくあのー、芸能人とかの離婚とかもありますけどいやめちゃめちゃ 綺麗やんけみたいいいななね、いるじゃないですか。でも離婚するじゃないですか。うんでもそれって多分なんかあれなんじゃないですかまあ分かんないですよ。その人に聞いてみないと分かんないですけどやっぱその好きなところを見つけて嫌いなところも好きになっていくだったりとかー何の興味もなかったけど好きになってったいいところを見つけてったっていう好きの方が本当に長続きできると。 思いますねつまりぶち抜けるっていう僕自身もあの動画撮るの嫌だったし苦痛だったし嫌いだったし喋るの苦手だったんですけど、まあ、やっていく上で楽しさっていうのが分かってってどん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 、まあ、動画撮るの好きになってったわけですようん面白いなっていうだから続けられるし他の人より他の人より多くのいいところ他の人より多くの好きを見つけてるから だからより椅子をぶち抜けるってことですね。うん。まあ、ちょっと難しいか分かんないですけど、ぶち抜くためには、あの好きなところを見つけるってことですね、たくさん。うん、たとえ嫌いでも、興味なくても。うん。それが大事だと思いますね。うん。はい。いってらっしゃい。